皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。本日はこちらのゲームエピックセブンのガチャを引いていこうと思います。だんだん BGM が大きくなってきたね。今回ガチャなんですが、新しい出会いはそなたの助けとなるだろう。今ね、さっきセリフがあった通り、限定でピックアップのルナ、そしてピックアップユピネが来ています。まあそれぞれね、両方ウォリアーで、特に片っぽは氷属性、ルナは氷属性、ユピネは木属性ということで、どっちを引いていこうかなと思うんですが、まず最初に簡単にキャラクターのね、説明をさせていただきたいと思います。まずルナなんですけれども、こちらルナですね。何が強いかっていうと、まあ全体的に冒険も討伐でも結構使えるキャラクターではあるんですけれども、まあ特徴としましては、やはりあの防御ダウンをつけれるデバフが強いということですね。この防御ダウン、敵にデバフつけることができればね、大ダメージを与えることができるというふうになっておりますので、やはりこれがむちゃくちゃ強いです。特にあの 80% の確率で防御ダウンをね、つけることができるので、かなり強いと思います。で、スキル2だったかな?スキル2のこの竜騎士の決意だったかな?あの、自分の生命力 HP によって、例えばあの、攻撃力クリティカルの発生率がアップする効果だったりとか、防御率が低かったら、防御力とか、あのクリティカル、非クリティカルの抵抗率というのかな、が 20% アップするという形になるので、かなり状況に応じて、まあ、体力に応じてもスキルを使い分けることができるというのが、とても使いやすいですね。あと、なんといっても、可愛いし、すごい、いい体。いい体って言ったらあれだけど、いいプロポーションをされてらっしゃいますよね。氷属性のウォリアーがいない人とかはかなり狙ってもいいんじゃないでしょうか。俺氷属性一人も持ってないので、正直今回ルナ引こうかなとも思っています。ただ120回の天井で星5がルナのみなのはちょっと心配なところですね。次にユピネですね。ユピネも同様にデバフがめちゃくちゃ強いキャラクターとなっています。こちらもデバフはね、防御ダウンがつけることができますね。まあしかもこのキャラね、自分自身へのバフがつけることができる。確か攻撃力増加、スピード増加だったかな。これがあるので、自分単体としても戦うことはできますし、2ターンだったかな ?2 ターンの間強化することができたはずです。このキャラ単体でもかなりの破壊力を持つことができます。ただ、防御力ダウンは確か 35% か。だったはずなので、正直、ルナに比べたら防御ダウンが入る確率は少ないかなというふうに思っています。ただ、スタンもできるはずなので、スタンプラス相手の強化状態の解除。だね。で、相手が強化している場合は、ダメージがプラス 50% 入るという形になっているので、かなり戦いやすいキャラクターだと思います。ちょっと冒険だとあんまりって感じかもしれないですけど、特に討伐とかではね、むちゃくちゃ頼りになるキャラクターです。特に自分のスピードもアップするので、他のキャラクターよりも行動回数がかなり増えることができるので、とっても戦いやすいと思います。簡単にこの2キャラについて説明させていただきました。今回は自分的にはこの限定ピックアップルナをなんとか引いていきたいと思って、こちらを引いていこうと思います。今ね、召喚石144個あるんですが、とりあえず無料分合わせて20連ぐらいかなというふうに思っています。まあ無料はね、関係ないので、まず無料1個引いてルナを20個いこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではガチャ動画いくよ。まず無料分からいきたいと思います。 GO! お、星4だね。
アジス。俺はこの目でバッチリ見たものしか信じないぜ。正義だ、友情だ、そんなもんが捨てちまいな。まさかの友情、努力、勝利に対するアンチテーゼみたいなことを言ってるね。アジスさん、俺こういうの結構好きだな。こういう獣系のキャラ好きです。無料分で星読まれたのはめちゃくちゃラッキーだね。じゃあ行きます。本番ピックアップルナ行こうと思います。20連100個だね。行きます。頼むよ。まずは何もなし、飛ばしましょう。アルセイスの槍、へえ。音沙汰ないですね。星さんを飛ばしておこうかな。いつも通り飛ばしましょうか。今3回引いて特になし。ヘイゼルストレス、新しいね。ヘイゼル、このレインガル創生都会の黒幕、黒幕だった。初期を担当しておりますよ。まさかのユーモアに富んだキャラだったね。一旦黒幕といってからの初期、いいんじゃないか。 1% だからな、引けるかな。何もなし。公安部員のジュディスに何でもお任せください。暗殺者、暗殺者なおかつ公安部員、やべえな。両方の顔を持つってすごいね。今5回星3しか来てないな。 1% は総眼弾に引けないよね。わお、骸骨さんだ。うわ、星4すら来ないか。困ったな。おっと、2回目ジュディスさん。2回目はもう声聞かないのちょっと寂しいよね。うわ、マジで星4すら引けね。ピカーンって光ってくんないかな。苦しいね。卵、すんげえ神秘的な卵だよね。うわっ、うわー、これだからガチャはって言いそうになっちゃうよ。もう行っちゃったけど。剣、さや、勘弁して。一個もないとか、そんな爆死は勘弁してくれよ。ひでえな。もう50だぞ。10回やるぞ。10回でゼロか。まあ、確率そういうこともあるけどさ。ディエリア持ってるし。よし、勝った。そっから、カットイン。右側カットイン。右カットイン。右カットイン。右カットイン。来ない。普通に欲しいのか。お、盾？耳を触るな。いい？耳は絶対触っちゃダメ。めちゃくちゃ可愛いじゃん。耳触っちゃダメっていうキャラ好き。貴族性のナイトか。持ってなかったからいいな。ナイトは俺ほとんど持ってないので嬉しいですね。お、もう一回来た。右カットイン。揺り戻し来い。揺り戻し来い。右カットイン。あー、キャラクターじゃないんで。これキャラクターじゃないんだ。声援のコテ、ウォリアー専用。持ってるか。20回じゃ済まなさそうだね。もうちょっと使うかもしれない。天井120回でしょ。無課金で120って正直きついよね。全然星5引けないもんな。エピック7って難しいよね、このゲーム引くの。いやー、ダメだ。2回しか光ってないまだ。苦しいよー。あ、初期さんだ。
あなたの期待に応えましょう。ジェクト。あ、なんかイメージよりもちょっと声が優しい感じのプリーストだって。イケメンやん。超イケメンさんやん。でもガチャはイケメンじゃない。ガチャの結果は全くイケメンじゃない。つらみ。あー、もう100個いくなー。あと1回で100でしょ。もう20回も引いたの。うわー、100回引いて1回だもんな、星5出る確率。呼びましたか。アーチャーのキリス。貴族生のアーチャー持ってるからね。あー、20回引いちゃったもん。爆死じゃないか。これが爆死なのか普通なのか爆死なのか普通なのか正直わかんないけど、個人的にはもう爆死だね。もう持ってる限り行きましょう。天井120か、遠いな。石の数全然足りないよ。うわ、カットイン右側来たらもうルナ確定なんだけどね。アレクサ。忠誠を尽くすことを。氷属性のキャラ初めてじゃないか。頼む、右側カットイン、お願い。頼む頼む、マジで頼む。ああ、そう、キャラクターでもない。まあ、こちらも重要なんだけど、エリハの探検、アサシン専用、重要なんだけど、やっぱキャラクター欲しいよね。某ゲームでもさ、武器とかさ、そっちの方が来るけど、やっぱキャラクターが欲しいよね、まずね。まずキャラクターなんだよ。食材。元気がなくなってきた。アトマの門。頼むよ。もうあと3回しか引けないよ。頼むよガチャ、ほんと。あ、モンモンランシーって新しく実装された星さんの子じゃない？違ったっけ？確かそうだと思うんだけど。だよね。違うか、あれは守護天使モンモンランシーだっけ？モンモンランシーとは違う？違うか。守護天使モンモンランシーとモンモンランシーは別人か、もしかしてなのかな。ちょっとごめんなさい、わからないです。しょっぱいな。あと2回、ダメだこりゃ。ジュナ、も、ジュナ持ってる。ラスト、ラスト、頼む。終わったー、大爆死。大爆死の瞬間である。これが、みんな見とけ。これが大爆死というやつや。うわー、28回も引いたんだよ。勘弁してくれよ。本当にもう、って感じだね。せっかくだから神秘召喚引きます。ここでもアラミと来い。せっかくだったら。こっちも来い。こっちも来ない。そりゃそうだよね。そう簡単に世の中甘くないよ。うわぁ。はい。というわけで、今回はエピックセブンのガチャをやってみました。まあ結果はね、大爆死ということで、個人的に大好きなゲームなので、すごいやる気を持って今ね遊んでるんですけど、やっぱガチャが出ないっていうのは心にくるね。
まあ、それでもね、今星3、3体、違う、星5、3体、チェルミア、ケン、イセリア、3体まではなんとか引けてるので、今後次第かなと思うんだけど、引きたかったな。単体攻撃、単体攻撃、単体攻撃ってなってるから、まあ、今回のね、ルナ引いても、ウォーリア、ウォーリア、ウォーリアが、ウォーリア3体になっちゃうんで、バランス的にはどうかなと思うんだけど、個人的にルナがむちゃくちゃ好きだったので、できれば引きたかった。まあ、引けないものはしょうがないでしょう。また今後もね、無課金で遊んでるので、また頑張って石貯めて、ルナを引きたいと思います。まあ天井まではいけないと思うけど、どっかでルナが引けたらいいなと思うので、またよろしくお願いします。今後もエピックセグやっていきますので、よければ皆さんまた見てください。それでは皆さん、さようなら。また別の動画配信でお会いしましょう。よければチャンネル登録、グッドボタンをぜひぜひよろしくお願いいたします。では皆さん、またねー。